ブラネス作、ブエノスアイレスでの大熱病のエピソード、フアンマヌエル・ブラネスは、ウルグアイの画家である。写実主義のスタイルで、歴史画や人物画を描いた。モンテビデオで生まれた。10代の初めに、母親と郊外に移り、そこで絵を描くのが好きになった。その後、新聞、エル・ディフェンサーでエライン,ディン,デン・リッピン電子アメリカーナの、差し絵画家になり、1854年にはスタジオを、 開いた。1855年に結婚し、ウルグアイ西部のサルトに移り、肖像画家として働いた。1857年にアルゼンチンのコンセプシオンデルウルグアイに移り、アルゼンチン大統領、フストホセデウルキー・サラの肖像画や風景画などを描いた。百六十一年にウルグアイに戻ると、ウルグアイ政府から奨学金を得て、 フィレンツェに留学し、1864年までアントニオ・チゼリに学んだ。留学の経験は帰国後、ブラネスを人気のある肖像画家の一人にした。ブエノスアイレスの大熱病の流行によって亡くなった母親とその子供を描いた1871年の作品は、蔓延の収まったブエノスアイレスで展示されて高い評価を得た。 1872年にはアルゼンチン独立戦争の英雄、ホセデ・サンマルティンを描き、この作品はブエノスアイレスで好評で、チリにも招待された。1877年に代表作の一つである、ウルグアイ独立の戦いを始めた33人の東方州のメンバーを描いた作品を完成させた。その後、再びフィレンツェに渡り、フィレンツェで、 ウルグアイ独立に関する歴史画を描いた。これらの作品やウルグアイの風俗を描いた作品で、イタリアでも評価されることを望んだがイタリアでは人気が得られず1880年代初めにウルグアイに帰国した。ウルグアイで肖像画の仕事を再開し、地元の富裕層の間で人気は続いた。ウルグアイ大統領マクシモ・サントスの肖像画や、ウルグアイの愛国者、 オセアルティガスの肖像画が知られている。1889年に妻が亡くなった後、二人の息子はイタリアで暮らすようになったが、長男は事故で死亡し、1899年に次男はピサで行方不明になった。70歳近くになっていたブラネスは2年近く息子を探したが、ピサの知人の家で死去した。1930年にモンテビデオに設立された。 私立美術館は、ブラネスを記念して、無線オジュアンマニュエル・ブレーンズと命名された。33人の東方人の近い1810年の、ブエノスアイレスの公開集会田舎の風景。ありがとうございます。